はい、皆様、こんにちは。今日はですね、お医者様のためのポルトガル語、今度スペイン語もちょっと入りまして、スペイン語&英会話第41回目をやっていきたいと思います。はい、これをポルトガル語、英語で何というのというシリーズを出しているんですけども、YouTube で。そこでもスペイン語も一緒にやることにしたので、お医者様の方もですね、スペイン語圏の方、結構ラテンアメリカ系の方々、たくさんいらっしゃいますのでね、日本にも、あとはアメリカにもですね。ですので、スペイン語も入れることにいたしました。ですので、ちょっと長くなっちゃうんですよね、毎回。毎回短くしようと思ってるんですけども、やっぱりね、あんまりいい加減に短くすると、一体何を伝えたかったんだろうってことになってしまうので、1時間近くかかってしまうんですけれども、しっかりと伝えていきたいなと思いますので、はい。第41回目からスペイン語も入りますということで、よろしくお願いいたします。で、もちろん私はね、ポルトガル語、日本語の方が得意です。で、スペイン語は第二言語です。英語と一緒で。ですので、もしかしたら、発音がちょっと、違うんじゃないって思われるかもしれないんですけど、独学で今一生懸命頑張ってるのでね、ただ、あまりにもスペルにおいてもですね、あと、文法的にも似ているので、辞書なしでできちゃうっていう、そういう強みは私は持ってますのでね、で、全部ロマンス語系の言葉ってね、似てるっていうふうに言ってますけど、一つ一つにそれぞれの文法の約束事があります。ですので、皆様にお勧めしたいのは、私は趣味でですね、いろんな言語をね、学ぶの本当すごい好きなんですけれども、あくまでも趣味です。ですけども、やっぱり専門的にね、どうしてもきちっとやりたいっておっしゃる方は、一つロマンス語系一つ、軸として完全に学ぶものを選んでですね、フランス語とかイタリア語とかね、いろいろありますけれども、とにかくそれを軸にして、そしてロマンス語系にこう広げていった方が絶対にスピーディーに学べると思います。で、一つ一つの言語非常に大事ですよね。ですからいい加減にやるっていうのはやっぱりいい加減な人間のやることだと思うので、しっかりそこは真摯にやっていかないといけないなというふうに私は思っていますので、毎日勉強しています。ただ、すごく言語が好きなので、全然苦しいとは思いません。楽しくやってます。で、今日はね、テーマとして取り上げたいのが、前にもちょっと言いましたけど、私のお友達がですね、9月に、食道がんの内視鏡手術を受けたんですね。ですけども、やっぱり何て言うか、切り取った部分が結構大きかったっていうこともあってですね、後遺症として、その狭窄がずっと起きてしまっていて、毎週、1回、週に1回、狭窄を広げる、内視鏡のそういう狭窄を拡張する、そういう処置をですね、毎週1回受けてるんですね。で、食べ物が飲み込めないっていうことで、本当に辛い思いをしているので、自分でも少しね、調べてみたんです。ですので、今日は、そちらの関係で、英語とポルトガル語とスペイン語で見ていきたいなと思います。で、参考文献はですね、スライドの最後のところにですね、載せてありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけるとありがたいです。ということで、今日は食道内視鏡手術、後遺症、特にこの狭窄についてですね、いろいろな後遺症はあるんですけども、狭窄についてメインに述べていきたいと思います。Sequela of endoscopic mucosal resection. Sequelas da cirurgia endoscópica do esôfago. Sequelas della cirurgia endoscópica de esôfago. スペイン語はね、cirurgia の R がないんですね。cirurgia
というふうに言うんです。あとは、似てますけど、ここがセクエラスの K が正になってますね。はい。で、エンドスコピカがアクセント記号も全く一緒ですね。で、ポルトガル語でエゾファゴというところを、スペイン語ではエソファゴというふうに、濁らないですね。ですがね、濁らないです。まあ、そういうようなルールもね、押さえておくといいかもしれないですよね。でももうスペイン語がね、お出来になる先生方結構いらっしゃいますよね。だからもうご存知だと思います。はい。ということでですね、内視鏡手術後遺症について今日は見ていきます。特に狭窄について。Sequela of Endoscopic Surgery。これは英語ですよ。はい。で、色分けしてあるんですけど、水色が日本語。ピンクが英語、黄色がポルトガル語、グリーンがスペイン語です。よろしくお願いします。ということで、Sequela of Endoscopic Surgery, Sequelas da Cirurgia Endoscopica, Sequelas della Cirurgia Endoscopica。よろしいでしょうか？はい。では続けていきますね。お医者さんと、患者さんの会話になります。その後どうですか？術後のことを聞いています。How are you feeling after surgery?How are you feeling after surgery?Como se sente após a cirurgia?Como se sente após a cirurgia?Após a というのは after ですね。これをスペイン語で言うと、Como se sente después de la cirurgia? Después de la, これが、após a. Después de la cirurgia とポルトガル語で言うの、cirurgia と言いますね。はい、じゃあもう一度シャドウイングどうぞ。その後どうですか ?How are you feeling after surgery?Como se sente após a cirurgia?Como se sente después de la cirurgia? 手術の後、食べ物が飲み込めなくなりました。After the surgery, I became unable to swallow food. Depois da cirurgia, after the surgery, I became unable to swallow food. Ficou difícil. Unable. Difícil. Hard という意味ですね。Engolir, swallow, alimentos, food. Depois da cirurgia, ficou difícil engolir alimentos. Alimentos が food ですね。はい。Depois da cirurgia, después de la cirurgia, não puedo tragar alimentos. Ficou difícil engolir alimentos. Tragar というのが飲み込むという意味ですよね。Não puedo, できないという意味になります。Alimentos, food. Después de la cirugía, no puedo tragar alimentos. というふうになります。はい、もう一回いきますね。After the surgery, I became unable to swallow food. Depois da cirurgia, ficou difícil engolir alimentos. Después de la cirugía, no puedo tragar alimentos. 狭窄が始まってますね。と、お医者さんが言います。There is narrowing of the esophagus. Narrowing というのが、狭窄のことですよね。There is narrowing of the esophagus. Está começando o estreitamento do esôfago. Estreitamento というのが narrowing. Está começando. 始まってますね。Esôfago, これが食道ですね。食道。ここに esophagus. Esophagus. これが英語ですね。Esôfago. Esophagus. スペイン語が、Hay estrechamiento del esófago. Hay estrechamiento del esófago. Estrechamiento というのが、estreitamento ですね。スペイン語の CH は、チャの音になりますよ。Estrechamiento del esófago。で、濁らないです。S は、エソファゴになります。ポルトガル語は濁ります。エゾファゴ。イソファジ、イソファガス。
英語は濁ります。イソファガス。イソファガス。はい、じゃあもう一度、シャドウイングで。There's narrowing of the esophagus. Está começando o estreitamento do esôfago. Hay estrechamiento do esôfago. 間違えた。エソファゴですね。はい。ということで、その後遺症のその2ですけれど、続きます。3つの言葉でやってるので、ちょっと長くなっちゃうので、こう、切りながらやってるのでね、1、2、3、4っていうふうに続きますのでね、タイトルは一緒です。後遺症ということで。で、食道がんの手術の後はよくあることです。It is common after the esophagus surgery. Isso é muito comum após a operação do esôfago. It is common. Isso é muito comum. Muito tem uma very, very common. Very 入ってないんだけども、isso é muito comum. Após, after, が após ですね。A operação do esôfago. The esophagus surgery. Operação は surgery. スルージアと言ってもいいし、オペラサウンと言ってもいいんですよ。両方大丈夫です。ですね。はい。Esto es muy común después de una operación en el esófago。ということで、もう一度言ってみましょうか。It is common after the esophagus surgery。Isso é muito comum após a operação do esôfago。Esto es muy común Depois de uma operação em o esôfago. Em o esôfago. ということでですね。ポルトガル語っていうのは、前置詞と定冠詞の複合形というのがよくあるんですけどね。こういう感じで。で、おとかね。それがどになっていたり。スペイン語はですね、バラバラです。En el esôfago という感じになります。よろしいですね。では、お医者様の言葉です。しばらくは内視鏡による拡張を行いますので、毎週通ってください。ということでね、私の友達、毎週通ってるんですよ、本当に。毎週金曜日ですね。行ってますね。ということで、For a while, we will perform dilation using endoscopy, so please come in every week. この内視鏡によるっていうのが using endoscopy 拡張 dilation 行う will perform 毎週通ってください come in 毎週 every week しばらくは for a while we will perform dilation using endoscopy so please come in every week Será necessário um procedimento de dilatação endoscópica? というのが、この、será necessário. We will perform dilation using endoscopy, so please come in every week ということで、この será necessário というのは、何々する必要があります。内視鏡による拡張を行う必要がありますということなんですね。Importante, So, ga, e portanto, please come in every week. É preciso vir aqui todas as semanas. Por algum tempo. For a while. Por algum tempo. これが半年とか1年とか続くわけですよね。はい。ということで、será necessário um procedimento de dilatação endoscópica. Dilation using endoscopy ですね。Procedimento de dilatação endoscópica. So, e portanto, please come in every week. É preciso vir aqui todas as semanas, every week, por algum tempo, shibaraku no aida. Hai, de, spengo desu ne. Se realizará um procedimento de expansão mediante endoscopia. Kore ga desu ne. Será necessário um procedimento de dilatação endoscópica, ですね。E, portanto, entonces, é preciso vir aqui todas as semanas por algum tempo.
Venga todas las semanas durante un tiempo. Todas las semanas. Todas las semanas. Yo desne. Todas las semanas. Durante un tiempo. Por algún tiempo. Shibaraku no aida. Desne. De, e por tanto, というのは、entonces, というふうに言います。いいですね。英語で言ったら、そうですね。じゃあもう一度ね、一回、シャドーイングしますね。For a while, we'll perform dilation using endoscopy. So please come in every week. Será necessário um procedimento de dilatação endoscópica e, portanto, é preciso vir aqui todas as semanas por algum tempo. É,今度、スペイン語ですね。グリーンはスペイン語ですね。あまりにもポルトガル語と似てるのでね、一緒の続きで読みそうになっちゃうんですけど、違いますよ。Se realizará un procedimiento de expansión mediante endoscopía. Entonces, venga todas las semanas durante un tiempo. はい。で、患者さんの質問と、あとお医者様の答え。どのくらいかかりますか？人にもよりますが、半年から1年はかかるでしょう。はい。じゃあ、まず最初に、どのくらいかかりますか？ How long will it take? Por quanto tempo vou precisar frequentar? Frequentar は、通う、precisar, frequentar. É, 通う必要がありますか？ Por quanto tempo? How long? で、これを、スペイン語で言うと、スペイン語ってこういうふうにね、クエスチョンマークとかビックリマークとかは、必ず前と後ろを囲ってですね、先につくのがひっくり返った形になります。こっちが普通の形ですよね。私たちがよく知ってる。これをくっつけるのが結構大変ですよね。ということで、por quanto tempo? Quanto tempo vou precisar frequentar? Levará. Quanto tempo levará? これですね。ジェワラって言ってもいいのかな？ Quanto tempo ジェワラ？イエワラっていう人もいますよね。Quanto tempo ジェワラっていう人もいますね。どのぐらいの、時間かかるんですかね？で、お医者様が、人にもよりますが、半年から1年はかかるでしょう。It depends on the individual. 人にもよります。But it will probably take from 6 months to a week, to a year. ということで。It depends on the individual, but it will probably take from 6 months to a year. ということで、6ヶ月から、まあ、半年から1年は通ってもらわないとね、ってことです。Por quanto tempo vou precisar frequentar? Depende da pessoa, mas deve levar de 6 meses a 1 ano. 6 meses が6ヶ月a 1 ano から1年。Depende da pessoa. 人にもよりますが、しかし、mas deve levar。かかるでしょう。6ヶ月から1年。Quanto tempo levará? Dependerá della persona. 人にもよりますが、pero っていうのね、mas という意味ですよね。but, pero, probablemente, tomará di medio anno a un anno. Tomará というのが、deve levar。これをスペイン語にすると、tomará になりますね。で、medio が、これは半年という意味ですね。medio anno a un anno から1年ということになります。いいですね。じゃあもう一回シャドーイングどうぞ。How long will it take? It depends on the individual, but it will probably take from 6 months to a year. Por quanto tempo vou precisar frequentar? Depende da pessoa, mas deve levar de 6 meses a 1 ano. Quanto tempo levará? Dependerá della persona, però probabilmente tomará di medio anno a 1 anno. よろしいですか？まだ続きがありますよ。はい。今度はですね、食道狭窄についてなんですけども、
Esofigeal stenosis というふうに英語で言います。estenose esofágica、ポルトガル語。estenosis esofágica、これスペイン語。どこが違う？ estenose がポルトガル語ですよね。これね、estenose。estenosis というのがスペイン語になっています。で、これは英語のステノーシス。それに絵がくっついたものです。ということで、ほぼ変わらないじゃないですかって感じですね。Esophageal stenosis, estenose esophagica, stenosis esophagica という感じですね。はい、これは辛い症状だと思いますよ。食道がんの治療を受けた方の中には、食道での手術や放射線療法により、食道狭窄症、これは食道の狭まり、といった後発的な合併症が生じることがあります。合併症のことをですね、complications というんですね。はい。ポルトガル語では complicações。スペイン語は complicaciones。英語のですね、complications の tion。前この tion によって、について集中的にポルトガル語と英語っていうふうにやったことありますけど、スペイン語はですね、この tion というのが、siones というふうになります。これがイタリア語だとダブル z で、シングル z のこともありますけど、sione になりますよね。例えば、英語にはないけれども、ポルトガル語で歌のことをカンサウンって言うんですけれども、スペイン語だったらカンサウンだったらどうなりますか？カンシオン。カンシオネ。で、イタリア語だったらカンツヨネ。そういった違いですよね。だから結構これを分かっちゃうと、また語彙の数がドーンと増えますね。何言ってたんでしたっけ？ complicaciones。あ、ここですね。はい。合併症のことですよね。はい。合併症。complicaciones。といった合併症が生じることがあります。はい。この食道の狭まりというのが、narrowing of the esophagus と英語で言います。narrowing。narrow というのが、狭いっていう意味ですよね。それが狭くなるという意味で、narrowing of the esophagus。ポルトガル語で、estreitamento do esôfago。estreitamento do esôfago と言います。narrowing of the esophagus。スペイン語だと、これが、estrechamiento del esôfago。estreitamento が、estrechamiento。do が、del esôfago。esôfago。ということでですね、Some people with esophageal cancer treated with surgery or radiotherapy in the esophagus. 食道がんの治療を受けた方の中には、食道での手術や放射線療法により、may experience subsequent complications with esophageal stenosis, narrowing of the esophagus. 食道狭窄症、食道の狭まりといった後発的な合併症が生じることがあります。ということです。Some people with esophageal cancer treated with surgery or radiotherapy in the esophagus may experience subsequent complications with esophageal stenosis, narrowing of the esophagus. はい。Some people, algumas personas, com câncer de esôfago, com câncer de esôfago, tratadas com cirurgia ou radioterapia no esôfago, tratadas com cirurgia ou radioterapia em o esôfago, podem apresentar complicações posteriores, podem apresentar complicações posteriores com estenose esofágica. Com una estenosis esofágica, estreitamento do esôfago, estreitamento do esôfago. 簡単だったじゃないですか。ね。
ポルトガル語をそのまんま言葉を、単語を一つ一つ下に下ろしていくだけでスペイン語になってましたよね。辞書がいらない。すごい簡単ですよね。まあ、だから一つの言語を、ロマンス語系のね、言語を一つ取得してる方だったら、イタリア語が得意ですとか、フランス語ができますだったら、こういう感じで全部できちゃうっていう話です。はい。ということで、一つ一つやってるとね、遅くなるんですけど、一応ですね、シャドウイングはしましょうね。大事ですよね。じゃあ行きます。Some people with esophageal cancer treated with surgery or radiotherapy in the esophagus may experience subsequent complications with esophageal stenosis, narrowing of the esophagus. Algumas pessoas com câncer de esôfago, tratadas com cirurgia ou radioterapia no esôfago, podem apresentar complicações posteriores com estenose esofágica, estreitamento do esôfago. これをスペイン語で言いますね。Algumas personas com câncer de esôfago, tratadas com cirurgia ou radioterapia em esôfago, podem apresentar complicações posteriores com uma estenose esofágica. Estreitamento do esôfago. という感じですね。はい。で、この狭窄についてですね、結構いろいろあるので、続きです。切除範囲の大きさ、切除部位によって頻度は異なりますが、一般的に喉に近いほど、病変の大きさが大きいほど、狭窄の可能性は大きくなります。私の友達はですね、9月に手術、内視鏡手術したときに、かなり喉、口からすぐ近くの喉の近くを手術したと言ってたので、だから狭窄しちゃったんですね。で、全部の半径すっぽり切り取ったみたいなので、はい。The degree of stenosis tends to increase with the proximity to the throat. この proximity というのが喉に近いほど。proximity、これ。喉に近いという意味ですね。to the throat and the size of the lesion。病変の大きさによって。although the frequency varies depending on the extent of resection。で、このまあ、病変の切除部位、または切除範囲の大きさによって変わってくるということなんですよね。Although the frequency varies depending on the extent of resection and the specific site of resection。ということですよね。だから、切除範囲の大きさ、extent of resection。あと、切除部位によって、and the specific site of resection。The frequency varies. 頻度は異なりますが、まあ、一般的に、喉に近いほど、with the proximity to the throat。ね、近ければ近いほどですね、この病変の大きさが大きいほど、狭窄の可能性は大きくなるということなんですよね。はい。ということで、英語。シャドウイング。The degree of stenosis tends to increase with the proximity to the throat and the size of the lesion. Although the frequency varies depending on the extent of resection and the specific site of resection. はい。A probabilidade de estenose tende a aumentar com a proximidade da garganta e do tamanho da lesão. ということで。The degree of stenosis tends to increase with the proximity to the throat and the size of the lesion. Embora a frequência varie dependendo da extensão da ressecção e do local da mesma. Although the frequency varies depending on the extent of resection and the specific site of resection.
で、このレセクションのことをですね、ポルトガル語でヘッセキソンというんですけども、文献によっては WS の場合もあるし、シングル S の場合もありますけれども、割と WS が多いような気がしましたね。いろいろな文献を見ていると。だから WS にしておきました。はい。これをスペイン語で言うとですね、La probabilidad de estenosis, a probabilidade de estenose, tiende a aumentar, tende a aumentar, com a proximidade à garganta, com a proximidade da garganta. E é o tamanho da lesão. É do tamanho da lesão. Aunque, embora, la frequência varia segundo a extensão da ressecção. Embora a frequência varie dependendo da extensão da ressecção. E é o sítio específico dela mesma. E do local da mesma. ということで、シャドウイング、ポルトガル語とスペイン語。どうぞ。A probabilidade de estenose tende a aumentar com a proximidade da garganta e do tamanho da lesão. Embora a frequência varie dependendo da extensão da ressecção e do local da mesma. A probabilidade de estenose tende a aumentar com a proximidade à garganta e o tamanho da lesão. Aunque la frequência varia segundo a extensão da ressecção e o sítio específico da mesma. まだ続きます。この合併症は食道内視鏡的手術、ステントの挿入や、時折食道拡張術のようなプロシージャーで緩和できることがあります。ということで、This complication can be relieved through procedures to open this area. Such as the placement of an esophageal stent. このエソフィジオステントというのがステントの挿入です。Or, sometimes, the use of esophageal dilation. これは食道拡張術。Esophageal dilation。このステントの挿入と、拡張ですね。この両方の、プロシージャーを行うことによって、この合併症を緩和することができるということですよね。はい。じゃあ、英語の、シャドウイングでどうぞ。This complication can be relieved through procedures to open this area, such as the placement of an esophageal stent or sometimes the use of esophageal dilation. ポルトガル語。Essa complicação pode ser aliviada por meio de procedimentos para abrir essa área. Pode ser aliviada. これは、緩和できる。Can be relieved. 緩和できる。Por meio de. Through. これがpor meio de. Procedures. Procedimentos. To open this area. Para abrir essa área. Such as. Como a. The placement of an esophageal stent. A colocação de uma endoprótese esofágica. Stent. Or sometimes the use of esophageal dilation. Ou, às vezes, sometimes, o uso, the use of, dilatação esofágica, esophageal dilation. これもね、日本語からポルトガル語より英語からポルトガル語の方が全然簡単ですよね。で、ますますもっと簡単なのがポルトガル語からロマンス語系のスペイン語。Essa complicação pode ser aliviada, se puede aliviar, por meio de procedimentos, com procedimentos para abrir essa área, para abrir esta área, como a colocação de uma endoprótese esofágica, stent, como a colocação de uma endoprótese esofágica, stent, ou, スペイン語で ou のことね、o っていうんですよ。またはっていうんですね、oa、英語の oa。Às vezes, ほぼ一緒ですね。Às vezes, o uso de dilatação esofágica é o uso de dilatação esofágica.
ということで、ポルトガル語と、スペイン語、やってみましょう。リピートしましょう。Essa complicação pode ser aliviada por meio de procedimentos para abrir essa área, como a colocação de uma endoprótese esofágica, stent, ou, às vezes, o uso de dilatação esofágica. Esta complicación se puede aliviar con procedimientos para abrir esta área, como la colocación de una endoprótesis esofágica, stent, o a veces el uso de dilatación esofágica. まだ続きます。治療前に狭窄があらかじめ予想される場合には、狭窄の予防目的にステロイドの局注や内服などを行う場合があります。ということなんですね。これは、虎ノ門病院の、ホームページから見ましたね。あと、埼玉のお医者様で、このステロイドを、注射しながら手術するというね、そういう技術を持ってらっしゃるお医者様がいらして、そのお医者様のやり方だと絶対にこの拡張を起こらない、あ、拡張じゃない、狭窄が起こなら、が起こらないみたいですよね。でもやっぱり個人差があるみたいですよ。患者さんによってね、食道の厚さであったりとか、その大きさであったりとかね、個人差ありますもんね。ということで、When stenosis is anticipated before treatment. この治療前に狭窄があらかじめ予想される場合。Preventive measures such as local injection or oral administration of steroids may be performed. そういう場合には、狭窄の予防目的にステロイドの局注や内服などを、for the purpose of stenosis prevention. この予防目的として、狭窄の予防目的として、それらを行う場合があります。じゃあ、もう一度、英語の、シャドウイング。When stenosis is anticipated before treatment, preventive measures such as local injection or oral administration of steroids may be performed for the purpose of stenosis prevention. これをポルトガル語で言うとですね、Quando se pode prever a estenose antes do tratamento? When stenosis is anticipated before treatment? Se procede com as medidas como injeção local, preventive measures such as local injection ou administração oral de esteroides, ou oral administration of steroids, というのが行われます。までになっています。で、ちょっとこう重複してるのでね。For the purpose of stenosis prevention。ということで、ここにも preventive measures があるので、これはちょっともういらない部分なんですけどね。で、そのようにして、予防目的にステロイドを、投与することがあるということですよね。これをスペイン語で言うとですね。Cuando se anticipa la presencia de estenosis antes del tratamiento. Cuando se puede prever la estenosis antes del tratamiento. Por eso. A veces se realizan medidas preventivas. これがですね、この予防目的にというふうになります。Como la inyección local o la administración oral de esteroides. Se procede com as medidas como injeção local ou administração oral de esteroides, com o objetivo de prevenir a estenosis. で、この狭窄を、あらかじめですね、prevention、stenosis prevention の purpose、そういう目的でということになります。では、ポルトガル語と、スペイン語の、何と言いますか。リピートをやっていきましょう。シャドウイング。Quando se pode prever a estenose antes do tratamento, se procede com as medidas como injeção local ou administração oral de esteroides. Spengo. Quando se antecipa a presença de estenose antes do tratamento,
A veces se realizan medidas preventivas, como la inyección local o la administración oral de esteroides, con el objetivo de prevenir la estenosis. それでですね、また最近ではポリエチレングリコール PEG シートをこの貼り付けっていうこのね漢字読むのね 大変だったんですよ私。貼り付けるというふうに辞書で引いて、そしたらこういう調布という言葉も出てきたの。ああ、調布って読むんだって。調布すること。シートを貼り付けるって言うんですね。シートを調布することで予防できるとの報告もありますということです。Additionally, there have been reports suggesting that the application of polyethylene glycol PEG sheets can prevent stenosis. はい。ということで、additionally というのがまたという意味ですよね。最近では、There have been reports suggesting that the application of polyethylene glycol sheets can prevent stenosis. ステノシスというのがですね、狭窄ですよね。狭窄が予防できる。そういうことです。ということで、これをポルトガル語で言いますね。Ainda, recentemente há informações de casos preventivos com aplicação de lâminas de polietilene glicol, PEG. はい。ということで、このポリエチレングリコール、PEG というんですか、PEG という、ポリエチレングリコールシートを貼り付けることによって、狭窄が予防できるという報告があるそうです。Además, recientemente se han informado casos en los que la aplicación de láminas de polietilén glicol, PEG, puede prevenir la estenosis. ということです。Recientemente, há informações de casos preventivos. Se han informado casos en los que la aplicación de láminas de polietilén glicol, aplicação de láminas de polietilene glicol, ですね、これですね。aplicação ですね。Puede prevenir la estenosis. Casos preventivos. これです。ということでですね、食道の狭窄症。もうちょっといきます。なお、ステロイドを使用する場合には、ステロイドの免疫力の低下させる作用による結核や、B 型肝炎の再活性化を促す可能性があるため、ということで、ここまでちょっとカットしますね。Moreover, when using steroids, there's a possibility of lowering the immune system, which may lead to the reactivation of tuberculosis or hepatitis B. 怖いですよね、これね。結核や、tuberculosis, or hepatitis B, B 型肝炎ですね。これを活性化させてしまうようなことにもなることがあるということですね。ステロイドを使うと。なぜかというと、ステロイドというのは免疫力を低下させるそういう作用を持っているから。ということで、あらかじめこれらに対する既往の感染がないかを採血などで確認し、ということで、Therefore, it is generally recommended to confirm through blood tests or other means whether there is a history of infection with these diseases before using steroids. そして、既往感染が疑われる場合には原則行わないこととしています。If there's a suspicion of a previous infection, it is generally avoided as a principle. 原則というのは as a principle これを使いますね。Como principio, ポルトガル語。Como principio, これはスペイン語。原則行わないですね。ということでですね、これを英語でもう一度、シャドーイングどうぞ。Moreover, when using steroids, there is a possibility of lowering the immune system,
which may lead to the reactivation of tuberculosis or hepatitis B. Therefore, it is generally recommended to confirm through blood tests or other means whether there is a history of infection with these diseases before using steroids. If there is a suspicion of a previous infection, it is generally avoided as a principle. ということです。お医者様方、きちっとこうやってチェックしといてもらってますのでね。めちゃくちゃにステロイドを使わないということですよね。これをポルトガル語で言いますね。Moreover, ainda, ao utilizar esteroides、これちょっとね、改行しようと思ったので、ハイフン入れちゃったんですけども、いろいろ変えてるうちに真ん中に来ちゃったので、ハイフン本当はいらなかったです。esteroides, ao utilizar esteroides, há possibilidades de baixar a capacidade imunológica. これですね。When using steroids, there is a possibility of lowering the immune system. Lowering というのが baixar. A capacidade imunológica, the immune system. Que pode levar à reativação de tuberculose ou hepatite B. Which may lead to the reactivation of tuberculosis or hepatitis B. Portanto, therefore,De modo geral, it is generally recomendada a confirmação através de exames de sangue ou outros meios. Generally recommended to confirm through blood tests or other means se há antecedentes de infecção com estas doenças. Whether there is a history of infection with these diseases.Before using steroids. Antes de usar esteroides. Before, antes de. これですね。スペイン語も antes で一緒。If there is a suspicion of a previous infection, se tiver suspeita de infecção prévia, it is generally avoided as a principle. O uso de esteroides é evitado como princípio. Avoided.Evitado. ですね。はい。Se evita. スペイン語。ほぼ一緒ですね。ということで、今度はポルトガル語からスペイン語ですね。Además, ainda, ao utilizar este esteroides, há possibilidade de baixar a capacidade imunológica. Ao utilizar esteroides, existe a possibilidade de diminuir.El sistema imunológico, que pode levar à reativação de tuberculose e ou hepatite B, o que poderia levar à la reactivação da tuberculose ou la hepatitis B. Portanto, por lo tanto, de um modo geral, generalmente, というふうに言いますね。De um modo geral, se recomienda confirmar mediante análisis de sangre u outros medios. É recomendada a confirmação através de exames de sangue ou outros meios. Se existe antecedentes de infecção com estas enfermidades antes de utilizar esteroides.Se há antecedentes de infecção com estas doenças antes de usar esteroides. Se tiver suspeita de infecção prévia, em caso de suspeita de infecção prévia, o uso de esteroides é evitado como princípio. Se evita generalmente como princípio. ということです。では、ポルトガル語とスペイン語。シャドウイングどうぞ。Ainda,Ao utilizar esteroides, há possibilidades de baixar a capacidade imunológica, que pode levar à reativação de tuberculose ou hepatite B. Portanto, de um modo geral, é recomendada a confirmação através de exames de sangue ou outros meios se há antecedentes de infecção com estas doenças antes de usar esteroides.
Se tiver suspeita de infecção prévia, o uso de esteroides é evitado como princípio. Coreo spengodeimas, né? Además, ao utilizar esteroides, existe a possibilidade de diminuir o sistema imunológico, o que poderia levar à reactivação da tuberculose ou da hepatitis B. Por lo tanto, generalmente se recomienda confirmar mediante análisis de sangre u otros medios si existe antecedentes de infección con estas enfermedades antes de utilizar esteroides. En caso de sospecha de infección previa, se evita generalmente como principio. はい、まだ続きがあります。術後に食道狭窄が起こり、食物が通過できない状態になった場合には、バルーンによる拡張術などを検討します。ということで、If postoperative esophageal stenosis occurs, 起こるというのを、occurs、似てますよね。Leading to a condition where food cannot pass through, 食物が通過できない状態になった場合には、balloon dilation procedures are considered as an option. バルーンによる拡張術などを検討します。はい。英語でもう一度ですね、シャドウイング。If postoperative esophageal stenosis occurs, leading to a condition where food cannot pass through, balloon dilation procedures are considered as an option. はい。ポルトガル語。Se ocorrer estenose esofágica após a cirurgia, if postoperative esophageal stenosis occurs, levando a uma condição de dificuldade de deglutição, leading to a condition where food cannot pass through. Food cannot pass through というのは、dificuldade de deglutição と言います。Consideram-se procedimentos de dilatação. Balloon dilation procedures are considered as an option, usando o balão como uma opção. このバルーンのことをバローンと言うんですよね、ポルトガル語でね。スペイン語ではですね、グローボって言うんです。バルーンのことね、グローボ。ポルトガル語の方が英語に近いかな、バローン。はい、じゃあ、ポルトガル語のシャドーイングどうぞ。Se ocorrer estenose esofágica após a cirurgia, levando a uma condição de dificuldade de deglutição, consideram-se procedimentos de dilatação, usando o balão como uma opção. Hi. Spengo des. Si después de la cirugía se presenta estenosis esofágica, si ocorrer estenose esofágica após a cirugía, causando una condición en la que los alimentos no pueden pasar, levando a una condición de dificultad de deglutición, se consideran procedimientos de dilatación. Consideram-se procedimentos de dilatação com globo como uma opção, usando o balão como uma opção. Sim. ということで、スペイン語、もう一度どうぞ。Se depois da cirurgia se apresenta estenose esofágica, causando uma condição em que os alimentos não podem passar, se consideram procedimentos de dilatação com globo como uma opção. はい。最後にですね、英語からポルトガル語、または英語。で、ポルトガル語と似てるスペイン語とイタリア語、フランス語がちょっぴり今日は入ってきます。で、前回のクイズの、答えなんですけども、英語でですね、CE で終わってる単語はポルトガル語ではサになりましたよね。セセジリアサ。で、クイズ。ルネッサンスはポルトガル語で何と言いますかというクイズでした。答え。レナセンサです。英語の I が抜けてます。
で、SS が SC になってます。ちょっと難しかったなと思いますね、この答えは。このクイズの答え。ということで、ルネッサンス。これ、どっちかというと、これフランス語なんですよね。フナッセンスっていうので、で、ポルトガル語でヘナッセンサというふうに変わるわけですよね。で、今日はですね、どういうことをするかというと、はい、realize と pretend と exquisite。この3つのね、英語。すごくポルトガル語とスペイン語とイタリア語とフランス語に似てるんだけども、実際の意味が違ってるっていう話をしたいと思います。英語で realize というのは気がつくという意味ですよね。で、ポルトガル語で realize というのを realizar というんですね。スペイン語も realizar、realizar というんですね、スペイン語ね。ポルトガル語は realizar、スペイン語、realizar というんです。これは夢を実現するっていう意味なんですよ。気がつくじゃないんですよ。だから時々ね、間違えて直訳して、ポルトガル語をですね、これをこの意味で使っちゃう、英語をこの意味で使っちゃったり、またはポルトガル語をこの英語の意味で使っちゃったりする人がいます。でも間違いなのでね。だから、この realize というのをポルトガル語にすると、persevere とか、darse cuenta。これはスペイン語ですね。気がつく。そういう意味になります。で、これがですね、realize というのを、フランス語は realizer。realizer というふうに言って、イタリア語はですね、realizzare というんですけれど、このフランス語とイタリア語は英語と同じ意味で気がつくという意味なんです。ポルトガル語とスペイン語のレアリザールとレアリサールというのは夢を実現するという意味なので意味が違います。そこを押さえておいてくださいね。よくいろんな言葉が似てるからどうのこうのって私言うんですけども、違うところは違うというふうにね、釘を刺さないといけないかなと思って。あともう一つね、pretend というのがあります。これ英語でですね、pretend。これは何々のふりをする。死んだふりをするとかね。で、この何々のふりをするというポルトガル語は、pretend じゃなくて、disfarçar-se。disfarçar という動詞。スペイン語だと、fingir になります。まあ、ポルトガル語でも fingir 使いますけどね。でですね、このポルトガル語の pretender、スペイン語の pretender、これは英語の intend to 何々するつもりです。明日映画に行くつもりとかっていう時に pretend ir al cinema amanhã という感じで使うんですよね。何々のふりをするというのは英語の pretend。pretend これは何々するつもりです。英語で intend to。例えばね、ここに生きた。例文を置きます。死んだふりをする。最近ね、日本すごいですよね。クマが出てきて、山登りしてたり、畑にいたりとかすると。で、よくクマに会ったら、死んだふりをしろとか言いますよね。あれですよ。死んだふりをして、助かればいいけども、危ない場合もあるからね。できたら、目を合わせないようにして、後ずさりして、できたら出会わないように、熊鈴をいっぱい鳴らしたり、ラジオを大きくかけたり、歌を歌いながら山を登るとかね。畑で畑仕事をするとき歌を歌うとかね。そういう大きな音を出すのが一番いいみたいですよね。で、この死んだふりをするというのは英語では pretend to be dead。ポルトガル語、fingir-se de morto。pretend 使わないです。fingir っていうのを使います。で、スペイン語はですね、フィンジール使ってもいいんだけども、スペイン語ではこの死んだふりをするっていうのは、hacerse el muerto というふうに言います。で、フランス語はですね、このフィンジール、pretend というのは、faire semblant、これを使います。faire semblant d'être mort。faire semblant d'être で何々というふうにいろいろこれを変えることができます。で、
イタリア語、fingere di essere morto。fingere di essere morto。というふうに言うんですよ。だから、fingere は pretend じゃないです。fingir。という感じですね。で、もう一つ。私、よく YouTube でね、音楽聴いて、そしてコメント欄を読むのが好きだとか言いましたよね。あそこでですね、気がついたんですけども、素晴らしい演奏、素晴らしい音楽だったなって感動してコメント欄を見ると、よく英語圏の人とか、exquisite っていうのかな、exquisite、playing とかって書いてあるので、なんでって私は思うわけですよ。でも、英語圏、またはイタリア語では、exquisita、これは素晴らしい。ケウナというプラスの面での褒め言葉なんですね、これ。それがブラジルのポルトガル語ではエスキジットっていうのはマイナスの面で使うんです。変なとか、変わっているとか、おかしいとか、変人、変な色とかね、なんか死人の顔みたいとか、雰囲気がおかしいとか、悪い面でエスキジットを使います。X じゃなくて、S で使うんですね。ただ発音されちゃうとすごい似てますよね。エスキジット。で、ポルトガル語の、コリンズの辞書、ケンブリッジの辞書もそうなんですけども、それによるとですね、ポルトガル語エスキジットイコール、person that is stranger or unusual, often in an unpleasant way。と書いてあるんです。だからマイナスなイメージで使われてる。ただし、ポルトガルのポルトガル語は逆です。ポルトガルではエスキジットイコールデリカード、繊細な、ベンアカバード、美しい仕上がりというプラスの意味。スペインではエスキジットイコールデリカードイビエンエチョ。プラスの意味です。スペイン語でも。繊細で美しい仕上がりの製品だったり、品のいい、格調高い、性格のいい人のことを、エスキシットとスペイン語では言います。いいでしょうか。で、もう一つですね、ポルトガル語と英語とちょっと違うところなんですけど、年齢を言うとき、I'm 20 years old。I'm というのはこれ、verb to be ですよね。be 動詞ですよね。で、実は、ロマンス語形は全部自分の年齢を言うときは be 動詞じゃなくて、ある、have という、あるという動詞を使うんです。だから時々ブラジル人がですね、I have 20 years old っていう人いますよね、I have。直訳なんですよ。これ、ポルトガル語の直訳。tenho、have ですから、tenho 20 anos。このベルボ ter という動詞を使ってるんですよね。英語で言ったら、to have。私は二十歳ですという時に、私は20持ってますという意味になっちゃうんです。で、実はね、スペイン語も、be 動詞じゃなくて、verbo ter を使うんですね。tengo 20 años。二十歳です。実は、イタリア語も、あるという動詞を使って、be 動詞使わないです。o 20 anni。アベーレというね、持っている、あるという動詞です。で、フランス語もそうなんですよ。va avoir を使って、j'ai 20 ans。j'ai 20 ans。えというのが、私は持っているという意味なんです。いいですか？ I'm 20 years old. Tenho 20 anos. Tenho 20 anos. O 20 anni. j'ai 20 ans. Quiz. 宿題。I'm 30 years old はポルトガル語、スペイン語、イタリア語、フランス語で、答えは次回。ヒント。30は、30、黄色がポルトガル語。30、青がイタリア語。30、緑がスペイン語。30、これがフランス語です。ということで、本当に今日は長くなっちゃったんですけども、まあ、スペイン語も入っちゃったので、仕方ないですね。ごめんなさい、長くて。ということで、
今日の参考文献はこちらになります。食道がん治療センター内視鏡的手術、虎ノ門病院。それからスペイン語の、いろいろなホームページが、アメリカの病院や医学会で、スペイン語でも、オファーされてます。Vida después del tratamiento de cáncer de esófago, American Cancer Society。あと、これは論文なんですけれどもね、スペイン語の論文になってます。はい。それから、ミコセキトミアエンドスコピカ。名誉クリニックもですね、アメリカの病院なんですけれども、スペイン語のページがありますので、そこにこの食道がんの、切除、内視鏡切除術、載ってます。Complicaciones después de la cirugía del esófago。これも論文ですね、PDF。スペイン語です。あと、Tratamento Endoscópico para Câncer de Esófago, Instituto Oncoguia。これはブラジルの、消化器系のですね、論文というか、ホームページになります。Esophageal Cancer Endoscopic Treatments, Endoscopic Treatment。これはアメリカン・キャンサー・ソサエティ。アメリカの、ホームページになります。あとですね、今までに YouTube にアップされているポルトガル語の、お医者様のためのポルトガル40回になります。必要に応じてクリックしてみてくださいね。Até agora já foram ar 40 aulas sobre os termos médicos. Clique de acordo com seu interesse. 40 lessons on the medical terminology have been uploaded on YouTube. Please click them accordingly. Hasta ahora se han transmitido 40 lecciones sobre términos médicos. Haga clic según su interés. ということで皆様、長い間、長い時間、お疲れ様でございました。では、今日はここまでにしたいと思います。では、これで、また次回ということで、どうぞお元気でお過ごしください。Então, gente, tchau. Muito obrigada por assistir. Até a próxima.Thank you very much for watching and see you next time. And gracias. Até a la próxima. Ciao. Ciao.